やあ、せいつい気づいてよ。寒い季節ついとるな。俺の部屋のエアコン壊れたけどさ、だいぶ寒い部屋で撮ってます。次曲第2話。次やります。これか。前回、あの感じからしたらさ、キヤコに襲われたみたいな、そんな感じで終わったんやけど、どうなんだろう、今回。ガリ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 。え？お前かい。ガイ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 、どうしたどうしたどうした、ガイ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 、いや口噛むんでなんでそんな音が出る、ガイ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 、鉛筆でも削ってんのかお前。本当は外で待ってなきゃいけないけど、行かなきゃ行かなきゃ、鈴木レミに取られる、お兄ちゃんは私のだけのお兄ちゃんなのに。でも待って、こういう時こそ冷静にならなくちゃ。私はどうすべきなのか、落ち着いて考えよう。落ち着け、落ち着いて考え、落ち着けてないわ。それは落ち着けてないわお前、選択肢一つがないやないかお前。お兄ちゃんを迎えに行くことだけで頭いっぱいになっとるやないか、どこが冷静だ。そうだよね、仕方ないよね。お兄ちゃん今行くからね、レッド行っとこう。お兄ちゃんの居場所分かってるんだから。赤い糸の呪いで私から隠れることはできないの。怖いことは言う、さらっと怖いことは言うね、隠れることはできないよって。お兄ちゃん寒気がする、おかしい、確かに暖房はつけてない、だからそれ以外の寒気がする、この子に対して。あ、ルナちゃん操作するんだよ俺。あ、ルナちゃんもちゃんと持っとんや、長い。当然かこれ。お兄ちゃんと私の赤い糸が電話になる素敵なアイテム。でも今は繋がらない。どうして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 、お兄ちゃん今すぐ会いに行くからね。あこわ、それぐらいか。ルナちゃんはライト持ってないやな。なんかさ、地面に垂直に立ったまま、垂直の状態を保ったまま歩くこの姿、すごいシュールでかありませんか。そしておい幽霊出てきた。あ、そうか、夢に入ったやな。入った、ルナちゃんも夢に入った。お兄ちゃんを見つけなきゃ。お兄ちゃん、おお来た。ふふふ、お兄ちゃん今行くからね。めっちゃ便利やな本当この赤い糸。見よるこっちからしたらホラー以外の何者でもないけどな。まあ、とにかくこれでお兄ちゃんの位置を。おえ、鈴木これ、え、何あれ、幽霊ガーわー。え、道を作ったの。道そんな作り方するんじゃお前、もう何がどうもなかったかのように蹴るんじゃないお前。あの幽霊構造を変えてた、赤い糸が地下に伸びてる。お兄ちゃんここ先にいるの。でも普通学校に地下なんてあるのかな。ないわ、ある学校なんか珍しいだろう。ないとは言い切れんけどさ、地下って研究とかしてるんじゃないだろうな。なんか地下に行ったら大体研究のことしか頭に浮かばんのやけど、危ない研究、地下でなんかマッドサイエンティストが研究してるような感じぐらい。でも赤い糸は黒先に伸びてる。お兄ちゃん、どこ。返事がない。お兄ちゃんなんでこんなところにいるの。確かに連れて行かれた幽霊に。
鈴木ごと。あれだけ鈴木を盾にして逃げろって言ったのに。わー、ちょっと待って、お兄さんなんやけど、ちょっと。捉えとった、本当に捉えとんねんか。おいあ、だからルラナちゃんも捉えとるし。え、写真、私やお兄ちゃんの、なんでこんなものがあるの。お兄ちゃんと写ってる女の人、もしかして鈴木レミって人。昼のお兄ちゃんと写ってる、もしかしてあの幽霊が撮ったものなの。あの幽霊はずっと私たちを見てたの。そういうことになる。まあちらっと見えたけどな、俺と視聴者さんは。お前らが気づかんかっただけやけどな。来る学校に入る前からずっと、ただの演出かと思ってたら本当に撮られとったパターンだったやな。ってことはさ、え、てるくんカメラ目線で映った時あったけどさ、あれさ、目あっとったんちゃうん。ゾッとするな、そう考えたら。大変、これお兄ちゃんに伝えなきゃ。証拠の写真、まあ、持っていったんか、ガサガサで持っていったんじゃ。さあ、とにかく早うお兄ちゃんの合流せんかったらあかんような感じになってきましたが、どこなんだろう。てかお兄ちゃん無事なんかな。おっ、またあの幽霊だ。え、てかさ、幽霊ここにおるってことはさ、え、二人どういうことなん。二人どういう状態でおるん今。捕まっとるとかそういう感じかな、もしかして。今度は教室を作った。もう錬金術やん。もうエドワード・エルニックとかそのあたりのレベルになってきたんだから。悪夢の錬金術師や、悪夢の。お兄ちゃん、この教室にいるの？でも、あの幽霊の罠だよね？どうしよう。開けるしかないやないか。そりゃそうだわ。このまま開けずに逃げるなんて選択肢、ルナちゃんになおよな、そりゃ。でも完全に罠だよね、これ。まあ開けるしかないから開けるけどね。お兄ちゃんと会えるなら、私、どんな危険な場所にあって、行けるもん。どうか無事でいて。愛は試練を乗り越えていくの。お兄ちゃん、どういう状態。お兄ちゃん起きて。ルナ、助けに来てくれたのか。そうだよ。鈴木は？他には誰もいなかったよ。おらんの？え、鈴木は？本当に盾にしたらさ、おらんようになった？鈴木、連れ去られたのか。お兄ちゃん、これを見て。これは？あの幽霊、昼間のお兄ちゃんも撮ってたの。この学校に入る前からお兄ちゃんたちをずっと見てたんだよ。そうだったのか。お兄ちゃん、一体何があったの。そうや、そうじゃ、鈴木が連れ去られるんはまあもしかしたらもう話やけどさ、なんでお兄ちゃんこんなところで置き去りにされとん。どうして連れ去られたとか。この学校に現れたあれ、北にキヤコ。キヤコは鈴木レミを殺すためにこの場所へ引きずり込んだ。殺すために。鈴木はキヤコとは違い、思いを伝えられない生徒だった。鈴木は誤解していたのかもしれないけど、キヤコはその気持ちを利用して殺すことが初めから目的だったんだ。なんでそんなこと。鈴木に殺される理由なんかあるん。なんか、あ、本当になんか復讐か、復讐なのか、小さい頃砂をバンバンかけまくった復讐なのか。公園で小さい頃、3歳ぐらいの頃に。鈴木、なこれ、なぜ鈴木を殺そうとした。
キアコの噂を信じていたから絶対に恋の実らない生徒だからキアコの自殺の当事者だから、自殺の当事者、まあ、とりあえず考えようか。あの時すでに鈴木はキアコに殺されることに気づいていた。それはつまり振られるということに気づいていたんだ。鈴木の気持ちを後押していたキアコ。学園祭のお化け屋敷のようなシチュエーションを作り、この学校でおいと鈴木の二人きりにし、そしておいに夢の存在を喋らせ、鈴木との距離を近づけた。でもそのシーンは、ちょっとわからん。俺ごめん、俺そういう恋愛事情に詳しくないタイプの人間、わかりません。キヤコの二人をくっつける大作戦みたいなことの、そういう裏はわからんからな。はあ、こういうことか。つまりもうミノランって分かったけん殺してしまえホトトギスか。告らないなら殺してしまえホトトギスか。なんだ、いつの時代の戦国武将やねん。みんなを恨んでいるならやることは決まってるよ。キヤコが考えることはただ一つ、自分と同じように誰かを振られさせて絶望の中で屋上から突き落とす。自分と同じ苦しみを学校へ通う誰かに味わせてやることだ。ひでーもうやつ当たりやんか、そんなやつ当たりやんか、ただのお前。しかも度が過ぎすぎとるやないか、お前。もう犯罪だよ、もう。もう八つ当たりの域超えてるわ、お前。キアコはずっと学校の全員を観察していたんだ。そしてクロス条件に当てはまる生徒が鈴木レミだった。鈴木を殺すには俺をこの場へ来させる必要があった。だから俺の前で屋上から飛び降りてみせた。俺たちの赤い糸の呪いにも気づいていたんだろう。どこまで俺らの情報を知っとんだろう。やべえ、そこまでリサーチした上での犯行なんだ。俺が鈴木の告白を受け入れられない人間だと分かっていて呼んだんだ。俺たちはまんまと規約に誘導されてここに来てしまったんだ。そんなああそんな、一番のそんなはさ、てことはだ、これをうまく避けるにはてるくんが鈴木からの告白をさ振らずにさ受け入れなあかんってことだろ。いや俺鈴木と付き合い鈴木と付き合いとうない。鈴木と付き合うことだけは死んでもごめんだ、畜生。私たちが来たせいであのお姉さんが死ぬってこと？あの幽霊はそこまで考えてたってことなの？作詞鈴木ってことはもう別のとこに置かれた。鈴木は、待ってお兄ちゃん、どこ行くの？鈴木のところに。ダメだよ、逃げようよ。幽霊は学校の構造を変えてたんだよ。お兄ちゃんの言う通りもう悪霊になっちゃったんだよ。ルナ、屋上に行こう。鈴木は連れ去られたけどまだ生かされているんだ。キアコと一緒に親父が来るのを待っているんだよ。アテル君の前、目の前で殺すところを見せようとしたんやな。ダメだよお兄ちゃん、逃げようよお兄ちゃん。ルナ、だっていつもそうしてきたでしょ。叶わない霊からは逃げてきたじゃない。ダメだお兄ちゃん、どうして今回はどうして逃げないの？さらわれたのが鈴木レミって人だから。ルナ、鈴木は殺される。北にキヤコに、そして逃げることしかできない俺たち、霊は通せない。鈴木を助けることはできないだろう。
だけど鈴木は勇気を出したいって言ってた。たとえて振られて死ぬことになっても自分の気持ちを伝えたいって。それには俺が行かなきゃできないんだ。どうせ死ぬなら鈴木の勇気を見届けたからってこと、そういうこと？俺は逃げちゃいけないんだよルナ。お兄ちゃん。ルナちゃんには分からんだろうな。だって俺にも分からんもん。なぜ振るのに、結局振るのに告白を聞かなきゃいけない。俺には分からない。恋愛経験がない俺には分からないよテル君。そういう優しいところがあるからテル君はモテるのかもしれない。鈴木に好かれたのかもしれない。早く行こう。ああ、あわよくば黒間助けてくれ。鈴木のことレッツゴー。お兄ちゃん、助ける方法はないの？あるとすれば鈴木に告白をさせないことだ。3階まで駆け上がるぞ。うん、どすこいどすこい。うわ、要するに振られなければ鈴木は交際に進むだろう。だけどキヤコがそんなことを許すだろうか。許さんだろうな。屋上はこの上だ。ここで神がキヤコの心の扉を開くはずだ。わー、開いた。真っ赤っか。行こう、お兄ちゃん。てるくん、てるくん、来ちゃダメ。北に客はここにいるの知ってるよ。わあ、ああ、ああ、乗り移っとるみたいな感じになってるやん。お前乗られてるぞ。お前ずっと私のそばで君に告白するのを待っていた。私が振られるのを待っていたんだって。聞いたみたいに、聞いたみたいに言ってんじゃないわお前。鈴木、もういい。気持ちなんか伝えなくてもいい。鈴木の気持ちはもう分かってるから。まあ振られるけ、振るけどね。もう言われたところで振るけどね。てるくん、どうして、どうして早く、もっと早く言えなかったんだろう。え、毎日同じクラスにいたんだから、いくらでもチャンスはあったのに。いやいやいや、告白ってそんなにさ、毎日会ってもさ、何さりげなく好きだよって言ってもさ、告白にはならんと思うわ。ちゃんとした場に呼んで、ちゃんとした状況で言わんかったら告白にならんと思うわ、お前。そりゃ、おはよう、好きだよとか言うてもさ、うーってなるだけやけんな。わかるか、鈴木、お前。タイミングっていうのが大事なんだよ、タイミングっていうのが。それは恋愛経験ない俺でもわかるぞ。はじめはどっかを見てるてるくんがちょっと気になっただけだった。変わった人だから何か見えるのかなって。そして毎日てるくんの顔を見てたら胸が苦しくなったの。もっとてるくんと話したいって。鈴木、多分それはなんか食いすぎたんだろう。だから胸焼けをするんだろう。恋ではない。勘違いするな。これが本当に夢だったらよかったのに。そしたら夢から目覚めたらきっとテル君に思いを伝えられたのに。でもダメなんだよ。北に規約は自分と同じ境遇の誰かをどうしても殺したいんだって。本人から聞いたみたいな喋り方するんじゃないわお前。てか北に規約も泣くんじゃないわお前ら。お前ら二人で一人みたいな状態に作るんじゃないわお前。仮面ライダーダブルじゃないんだからお前。みんなに忘れられたのが悲しくて仕方がなかったんだって。そして目をつけられたのが私だった。今日こんなにてるくんと話したのは全部北に客のおかげだったの。だけど初めから北に客は知ってた。てるくんは赤い糸で誰かと結ばれてる。
私は思いを捨てる前からもう振られていたんだって。あ、その言い方からするとさ、赤い糸と繋がってる妹とできてるみたいな感じになってるけど、違うぞお前。妹と恋なんかしてないぞお前。勘違いするなお前。来た行きやがもな、お前もが、お前もぞお前。それを北に客は初めから知ってたの。鈴木、もういい。それを話せば、お前は客の思惑通りに殺されてしまう。気持ちなんて言わなくても分かってるから。それでいいだろ。怖くしなければ死ななくて済むってこと？そんなの無理だよ。やめろお前、死んでまでお前俺に告白するんじゃない。これは私にとって死んでも伝えたことなんだよ鈴木。だけどてるくん、君がいつか大人になった時私を助けに来て。え？きっとてるくんならそれができるんだよ鈴木？何を言ってるか全然わからんが。ああ。最後に言わせて。お、どうした？最後に何か食べたいか？そっか、お前の好きな肉まんを買ってくればいいのか？ちょっと待ってろ。鈴木、やめろ！てるくん、私ね。鈴木、よせ！てるくんが好きだよ。ああ。えへへじゃないわお前。えへへ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 へ。パート1のよりも大きく聞こえまーす、この音は。でかいな、相変わらずでかいな、この音。鈴木。お兄ちゃん、あのお姉さん、最後に言えたね。ああ。なぜお前も泣く？私、あの人なら友達になれたかも。本当か？お前嘘つくだよお前。あんだけ敵むきやしさ、指噛みよったくせに何も言わない今頃お前。まあでもそうかもしれんけどさ、死んじゃったよ。ああ。お兄ちゃん、寂しい？ああ。寂しいよね。正直、鈴木との絡みはあんまなかったから寂しさって言えば微妙だけど、寂しいと言ってなかったら多分視聴者さんからなんか思われるだろう、変な感じに。だから寂しいって言っておこう。エピローグ。このまま行きます、最後まで。